はいどうも、サオでございます。本日はですね、孤独の化身っていうね、まあ、イベントが来たので、そちらをね、まとめていこうかと思います。まあ、こちらのイベントのね、メインになるのは、こちら、かぐや姫ブレイカーがゲット可能でございます。こちらですね、5節をね、クリアしていただければいいです。孤独の化身はね、10節でね、構成されてます。はい。で、こちら目玉ですね。まあ、2回目行ってるんですけど、まあ、入手可能ナイトメア、こちら、孤独なクロウサギ。まあ、こちらのね、ナイトメアが非常に強力と、召喚は必勝の刃となる、味方の生存者の攻撃力が大上昇。物理、魔法、両方適用されますということで、こちらのスキルはですね、フィーナとね、一緒のスキルになっております。なので、こっちはね、ドロップでね、貫突できるので、まあ、こっちの方がね、フィーナよりね、ステータスが高くなります。まあ、ただし石板があればなんですけど。まあ、なので、こちらのね、ナイトメア非常に強力、汎用性も高いので、まあ、絶対ね、フィーナ使っててわかると思うんですけど、単純に強いので、まあ、こちらのイベントはね、ぜひ、ナイトメア周回をメインにね、周回していただきたいと思ってます。でね、ちなみにまあ、豪雪でね、かぐや姫のね、ブレイカーがゲットできます。で、今回かぐや姫がね、特攻になってるので、こちらを入手してから、まあ、攻撃色の人は、こちらのブレイカーで回るといいと思います。今回のクエストは非常に簡単なんですが、まあ、もちろん、5節、いや、もちろんね、こちら、10回ずつクリアするクエストがあります。この辺、こういう感じでね、10回ずつクリアします。まあ、ですが、まあ、下の方はね、そんなに星良くないので、まあ、わざわざ回ってまでゴールド取ってもしょうがないので、こういうのはま、自分の塩梅で、これいらねえなと思ったら、やんなくてもいいと思います。というわけで、どれが周回効率がいいのかと、ナイトメアを落とすために、今回はね、パーセントいつも通り出てる。5節、7節、8節、10節でドロップされて、2345% なので、まあ、8節、総合値が低めの人は8節。総合値がまあ、8万ぐらいあれば多分オートでできるので、オートを可能な人とかはね、10節をね、5% の方で回っていただくといいですね。5節とか7節ね、防具のクエで5節回ってもしょうがないので、であと10節をね、クリアすると、初回クリア報酬で、確定でね、1体ナイトメアのね、孤独のクロウサギはゲットできますと。まあ、ちょっとやってみますか。本当に簡単で、まあ、難易度80って言ってますが、まあ、僕がちょっとね、9万7000まで行っちゃったんで、やってみましょう。行きましょう。で、基本的に敵がね、貴族性で出てくるので、貴族性の武器でね、貴族性最強って感じで、組んでいただいて、デッキをね、貴族性の最強で組んでいただいて、挑めば楽勝だと思いますが、無理だったら、共闘をしてください。まあ、正直、9万超えてから、こういうイベントは多分もう行き詰まることが僕はなくなってしまったので、まあ、感覚が麻痺しているかもしれませんが、まあ、共闘なら全員8万でもね、余裕でクリア可能です。と、ん?余裕でクリア可能だと思います。まあ、なぜなら、まあ、前回の、シンデレライベントがね、僕7万台の時みんなで10節周回しましたけど、まあまあ安定してね。で、安定しない場合はこういうね、まあそれこそね、フィーナとかね、使っていただいて、ナイトメアをね、使って周回するっていうのが一番いいですね。まあ当たり前のことなんですがね、まあいつも見てくれてるリスナーさんたちは、多分もうそれ聞き飽きたなって感じだと思うんですけど、まあ、新しくやり始める方もいると思うので、というわけで、こちらが孤独なクロウサギ、非常に可愛らしい。ですが、まあこれただのクラッシャーのね、立ち絵と一緒ってこの手抜き感は拭えないんですが、まあ、HP どんくらいあんのかな ?6000 で今、4分の1ぐらい削れた?そんなことない。8分の1ぐらい ?3 万2000、6万ぐらい ?7 万ぐらいかな ?HP。うん、ぽいね。まあ、こういうふうに、タコ殴りするっていうね、イベントでございますね。まあ、熟練度割とね、ここね、敵割と、デッキ切らしてくるんで、熟練度ちょっと美味しい差はありますね。というわけで、
こんな感じでございます。落ちません。OK。はい。で、まあ今回の動画はこれでおしまいなんですが、ボックスの方ね、見せてほしいって人いたら、まあ今度動画にしたいと思ってるので、コメント欄によろしくお願いします。まあまたね、気になることあったら動画で、検証していきたいと思ってるので、そちらもよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。